会えたら来てみます。ちょっと短い距離ですよね。ご飯野菜が入ってます。冷やしうどんです。初めてのメニューです。バランスのいいところに乗ってやるとか、自分の体の足の長さとかそういうバランスの位置とかを全部計算し直して、で自分でこう一回あのこうしとくなんて構いませんから、乗った時にどんな感じでこう俺の足が合っていくかなとか、自分の位置はどうなってるかなとか、大体設定やるようにした方がいいと思います。はい、あとちょっとね、やっぱり全体的にウエスタンでやるので、ウエスタンのプラスボよりもちょっと10センチくらい前に乗るようなイメージを持って、あのやっと結構バランス的に良くなっております。それはちょっと意識して、どうしても蔵がここに座れって言ってるんですよ。レスターのライトムルテッシュもそうなの、ここに座れよって感じと、ボーって結構取られちゃうから、その辺のところを意識して、ここはちょっと前こう自分で意識してそれにずらしてあげると全然その乗ってるバランスが変わるので、それをちょっと意識してやってみてください。お願いします。以上です。